観光大空襲は太平洋戦争、日中戦争後期の1944年12月17日にアメリカ陸軍航空軍が日本勢力下の観光に対して行った航空攻撃である。戦闘の結果、日本陸軍の防空戦闘機体は大きな損害を受け、観光の市街地の半分が消失した。アメリカ軍が B-29 爆撃機と焼夷弾による大規模な都市爆撃を行った最初の事例であり、その後の日本本土空襲において、焼夷弾を使った絨毯爆撃戦術を導入する参考にもなった。1944年10月18日、台湾を空襲する第468爆撃軍所属の B-29 爆撃機。 日中戦争で中国各地を占領した日本軍は太平洋戦争開始後も中国戦線で多くの重要都市を勢力下に置いていた観光も日本軍に占領され1944年当時は王朝明政権の湖北省の省葛市として統治されていた太平洋戦争中盤の1943年アメリカ陸軍航空軍は中国戦線を担当する 第14空軍を編成し、同年11月に新築空襲を成功させるなど、中国戦線での対日航空作戦を本格化させた。さらに、アメリカ軍は最新鋭の長距離爆撃機である B-29 爆撃機を中国に配備して、日本本土を攻撃することを計画し、B-29 爆撃機装備の第20爆撃集団を 第20空軍下に進編するとともに、生徒近郊に大規模な航空基地を建設した。1944年6月の八枚空襲を手始めに、第20爆撃集団所属の B-29 爆撃機は、日本本土などに対する戦略爆撃に着手した。その攻撃は、九州北部のほか、中国北部や台湾、満州にも及んだ。ただ、 第20爆撃集団の使用する燃料弾薬などの物資は、イギリス領インドから半プ越へと称するヒマラヤ山無薬上空ルートを通り、昆明市経由の空輸でわずかずつ運ぶため、一機あたりの出撃回数が月2回程度に制限されていた。一方、日本軍の状況は、1944年2月に中国戦線の航空部隊として、第5航空軍を編成していた。 日本軍はアメリカ第14空軍の活動活発化や新型爆撃機 B-29 の出現情報から中国を拠点としたアメリカ軍機による日本本土空襲を警戒するようになった。そこで日本のシナ派県軍は1944年4月にアメリカ軍の航空基地制圧を目的の一つとして大陸脱作戦を発動し、 交尾などの航空基地を占領した。しかし、日本軍の航空戦力は、太平洋方面での戦闘に主力を注いでいるため、質量ともに低下しており、中国戦線での制空権争いで劣勢になりつつ、あった。1944年11月13日時点での、日本陸軍第五航空軍の稼働兵力は、各種戦闘機48機、99式総発系 爆撃機38機など、総計152機を保有するだけであった。第5航空軍は、防空戦力を観光など、武漢地区に集中配備しており、戦闘機装備の4個飛行船体のうち飛行第25船体、飛行第48船体、飛行第85船体の3個船体を集めていた。第5航空軍は、 1944年9月8日から11月21日までの6回に、渡り、生徒周辺の B-29 爆撃機を狙って、小規模な夜間空襲を繰り返していたが、大きな戦果は上がっていなかった。逆に12月8日には、南京市の日本軍航空基地が、アメリカ軍 P-51 戦闘機の攻撃を受けて、一挙に27機の航空機を失うなど消耗が、 激しかった。第20空軍機下の第20爆撃集団が長距離戦略爆撃としてのマッターホーン作戦に従事していたのに対し、第14空軍の支援ノート司令官はシーレームなどの兵隊攻撃に重点を置くべきだと主張していた。支援ノートはアメリカ陸軍航空軍司令官兼第20空軍司令官ヘンリー・アーノルド大将に対し中国戦線における 日本軍最大の平坦拠点と目された観光を攻撃するため第20爆撃集団を投入するよう要求した。アーノルドは B-29 は戦略爆撃に使用するべきだとして戦術的な観光空襲への協力を一度は拒み、本来の攻撃目標が悪天候などで爆撃不能だった場合の予備的攻撃目標として観光を指定しただけであった。しかし、 1944年10月に中国ビルマインド戦線のアメリカ軍総指揮官に着任したアルバート・ウェデマイヤー中将は日本側の大陸脱作戦による危機感の高まりからシェンノートの提案を強く支持し第20爆撃集団に延べ100機規模による大規模空襲を命令した第20爆撃集団司令官カーチする名少将はウェデマイヤー中将の指揮権が 第20爆撃集団に及ぶのか本国に確認した後、ついに観光空襲に動き出した。ルメイ少将がウェデマイヤー中お及び、新能と中将とそれぞれ打ち合わせをした結果、第1波として第20爆撃集団第58爆撃団の B-29 が超高岸の島市街地のドックや物資集積所を爆撃し、その1時間後に第14空軍機が 郊外の飛行場へ攻撃を仕掛けることになった。これは第1波の第20爆撃集団機が日本軍戦闘機を迎撃に誘い出し、その日本軍戦闘機が補給のため着陸した隙を狙い、第14空軍機が飛行場を時間差攻撃するという作戦であった。出撃する B-29 の兵力は当初60機と予定されたが、 エンジンの回収が終わっていない機体も投入して、最終的に94機が集められた。攻撃日は、当初12月15日と設定され、その後に12月18日へ変更された。そして、第1波の B-29 爆撃機は、新戦術として、主に焼夷弾を使用することが計画された。第二次世界大戦機のアメリカ陸軍航空軍は、通常爆弾による、 精密爆撃戦術を重視しており、第20爆撃集団やマリアナ諸島に進出した第21爆撃集団の B-29 も、当初は工業地帯を目標として、昼間の高高度精密爆撃を主に言っていた。しかし、ジェット気流や視界を遮る雲に妨げられて、爆撃照準が難しかったことが原因で、満足のいく成果は得られなかった。そこで、小遺団による、 重毯爆撃が新戦術として検討された。ルメイ少将は、アーノルド大将の意向を受けて、ナパーム小委団を観光に対して使用することにした。94機の出撃機のうち84機が小夷弾を搭載した。なお、火災による煙で攻撃目標が見えなくなる恐れがあったため、B-29 は4軍に分かれて、風下の南から北へ、 それぞれ異なった区域を異なった形式の焼夷弾で順に爆撃する計画とされた。12月18日朝、第20爆撃集団の B-29 が全身基地を離陸した。その数時間前、シェンノート第14空軍司令官は、ルメイ第20爆撃集団司令官に対して空襲開始時刻を45分繰り上げるよう、 要請していたが、ルメイ少将から攻撃隊への連絡が失敗して、出撃する第20爆撃集団第58爆撃団のうち、第40爆撃軍には変更命令が届かないでしまった。12時7分頃、第20爆撃集団の B-29 による第1波攻撃隊は、東側から回り込むように、観光上空へ侵入を開始した。 最初に侵入した3編隊合計33機の B-29 は予定通りの手順で爆撃を行ったが、後続編隊のうち3個編隊が誤った手順で爆撃を行ったため火災の煙が目標上空を追ってしまい、後続編隊で正しい目標を爆撃できたのは単独行動した数機のみで、残りの多くは中国人の民間人が居住する。 市街地を誤爆してしまった。日本側は B-29 多数が武漢方面に接近中であるのを発見すると、第8飛行団長の青木隆少将の統一式のもとで飛行第85戦隊の4式戦闘機18機、及び飛行第25戦隊、第48戦隊の1式戦闘機、約20機を迎撃に発進させた。日本側は、 B-29 爆撃機2機を撃墜、11機を撃破と記録している。13時10分頃に、第1波攻撃隊が去ると、日本軍戦闘機も補給と整備、乗員の休養のため着陸した。14時36分頃、第2波攻撃隊として、第14空軍の B-24 爆撃機34機、各種戦闘機149機が5軍に分かれて、 観光上空に飛来した。第2波攻撃隊は、市街地を爆撃するとともに、日本軍飛行場を襲撃した。日本側は、空襲警報を発して、戦闘機体の稼働前期を迎撃に繰り出したが、多数のアメリカ軍護衛戦闘機に阻まれて、B-24 爆撃機にはたどり着けなかった。空中戦の結果、日本側は P-51 戦闘機4機撃墜。 三機撃破の戦果を主張しているが、代償に日本機四機が撃墜された。飛行場では日本軍航空機十三機が離陸できないまま攻撃を受けて炎上し、六機が大破したほか、施設にも若干の損害があった。なお、アメリカ第14空軍側は、有国に出撃した中米混成航空団の P-40 ノルマル戦闘機三機が、帰還時刻が、 夜間になって、無投下の基地に着陸できず、蒸気を捨てて、パラシュート脱出している。そのうちの一機には、下記指令のウィリアム・ノーマン・リード少佐が乗っており、脱出に失敗して死亡した。観光の市街地では、焼夷弾による大火災が発生し、超高岸から5キロメートル以内の範囲は3日間にわたって燃え続けた。観光大空襲において、 d 2 9爆撃機は500トン以上の焼夷弾を投下した。本来の目標に投下されたのはそのうちの38%に過ぎなかったが、それにより目標地域の40から50%を焼却する戦果を上げた。民間人の居住する市街地の被害も甚大で、日本疎開の大部分は消滅、市街地全体の50%が消失した。 アメリカ陸軍航空軍司令官兼第20空軍司令官のアーノルド大将はこの成果を非常に喜んだ。また戦闘により観光の日本軍航空隊はかなりの痛手を受けた。航空機材の損害は戦闘機4機が撃墜され戦闘機14機を含む各種航空機19機が地上撃破された結果武漢地区の稼働戦闘機は20機に激減した。 人的損害も大きく、飛行第85戦隊では、エースパイロットの若松みゆきき少佐と柴田力夫少尉らが戦死し、戦隊長の斉藤東合大佐も被弾やけどした。観光大空襲は、少尉弾による絨毯爆撃戦術を日本本土空襲に導入する実験としての役割を果たした。第14空軍司令官のシェとは、観光大空襲の結果、ルメ少将が、 アジアの市街地攻撃における焼夷弾の有効性を認識し、彼がマリアナ諸島の第21爆撃集団司令官に転任すると高高度精密爆撃から焼夷弾による低空重炭爆撃へ戦術転換させた胸を改装している。もっとも本作戦以前からアメリカ陸軍航空軍は日本の都市爆撃には観光大空襲の以前の B-29 による 観光空襲としては、1944年7月8日に、長崎県佐世保市などを目標とする攻撃隊18機の、うち、故障で引き返した2機が観光に登壇している。第21爆撃集団は、1944年11月24日の東京空襲から日本本土空襲を開始している。地上撃破された日本軍機の内訳は、炎上が戦闘機発揮。 99式総発系爆撃機4機、100式司令部偵察機1機、大破が戦闘機6機。下記の P-40 ノルマル戦闘機3機は中国軍の量山飛行場までたどり着いていたが、量山飛行場の守備兵は日本機の夜間空襲を警戒して滑走路の誘導塔を点灯しなかった。日中戦争における航空戦。ありがとうございます。